せ。あと39秒。野崎文孝選手です。今回振り返ってみていかがでしたか？今回の会場初めての会場だったんですけど、結構セクションもハードに、見た時点では感じてたんですけど、実際走ってみるとやっぱりワンミスが命取りとなるようなレースに展開になったので、その中でちょっと僕自身本当にワンミスで一気に順位が落ちてしまうという形だったので、でもね、すごい見応えもあって走り応えもあるセクションで、すごくいいレースだったなと思います。さあまだ第2戦です。アドバンテージを一気に、失ってしまったわけじゃないんですけど、1位ではなくなってしまったので、また常に、1位を目指して、最終的なチャンピオンを目標に頑張りますので、また応援よろしくお願いいたします。野崎文孝選手でした。おめでとう。